ラスト公開する大学を教えてください。おー、なるほど。ごめん、予防性晴らして。マジで人による経験現状。目指すと返り討ちにされちゃいがちな大学が3つあるから紹介します。1つ目、東京大学。やっぱり最初はここ。東大って合格すれば言うまでもなくめちゃくちゃ称賛されるし、東大生っていう最強ブランドが手に入ることもあって、誰しもが一度は憧れる大学だと思うんだけど、安易目指すと全科目から集団リンチを食らいます。例えば文系の場合、合格するにはクソムズ数学が課される上に、社会も世界史と地理といった具合に2科目必要になってきます。勉強量が桁違いに必要。しかも東大に挑んでくる連中は日本の超進学校出身者、受験アスリートばかり。目指すなら相当な覚悟が必要です。2つ目、早稲田系を。ここも伝えとかなきゃいけない。わかりやすい私立のトップだし、知名度バチクソ高いし、世の中に早慶逆転合格的な体験記がめちゃくちゃ転がってるからこそ安易に目指しがちなんだけど、実は逆転合格勢に残されてる席結構限られてます。もちろん東大に比べたら全然逆転合格の可能性は高いけど、東京1校っていったバケモン大学を志望してる受験生が滑り止めに必ずと言っていいほど使ってくるし、マーチと早慶の間にはかなり分厚い壁が存在してるので、マーチに届くか届かないかぐらいの受験生が早慶に挑んだら、相当戦略を立てて調整しないと地に熱々大根を突っ込まれるレベルで痛い目に遭います。ああ、脅しみたいなこと今言ってきたけど、経験上志望校のワンランク下に落ち着くケースって多いし、ぶっちゃけ今の時期ぐらいは高みを目指すのも戦略の一つだけどね。ちなみにその上で自分志望校に受かる可能性あんのって心配になってきた人いたら、こちらでリアルな合格可能性を忖度なしで診断します。30秒の申し込みで完全無料なので、興味あればどうぞ。詳細はコメント欄から。